こんにちは。どうもどうもどうも。今日は花巻に来てましたよ。国道4号通がね、94号がね、今バイパスができたから、花巻警察署がある通りだね。ここさ、今月、先週かな、新しくね、ラーメン屋さんができたずから、早速食べに来ましたよ。どこだ？ああ、ここだな。このパツンコ屋さんのね、敷地の長さ、できたと。なんか入りづれとも、行ってみっか。これがな、これだこれ。武士神さん。なんだかね、車の中で待ってる人が結構いるね。じゃあ最初にね、伊豆番に並んでみっかな。あと2、3分であげっぺ。4月1日オープンだったんだね。何があるや。どんたらラーメンだ。お、特製中華そば。これ行ってみっかな。どれどれどれ。よし。それでは、アイドガン。はいと、伊豆番乗り。今日はね、外に書いてあった特製中華そば頼んでみましたよ。なんだこら、ニンニクラベ。うれ、これで絞れずんだな。これは豚系のラーメンだべね。はいと、詰ましたよ。特製中華そば。ドラゴンボールが1個半だで言えば、もう一周するか。おー、うまそうだ。どれどれどれ、早速いただいてみましょう。あ、結構なブラックだねこれ。うめえ。あ、意外とね、しょっぱくない。うめえ。このね、チー油が多めでね、暑さも逃がしてないしね。どれどれどれ、麺もいってみるか。自家製麺かな。細麺のストレート、うまそうだ。好きかも。だすっこはね、鶏がメインだべね。魚介系はあんまり感じないね。だし、豚骨も何本か入ってたな。俺これ好き。タトゥトン、でっけでば。嬉しいねこれ。いただきまーす。とろりた。うめえ。食べようぜ。ドラゴンボール。どれどれどれ。いただきまーす。たまらんぜ。どれどれ。逃げんな、まあ。はいはい。いただきました。今日もね、あずたまちゃん。海苔も巻いて食ってみるか。これ、なんちょだい。いいね。やっぱりうんめ。メンマちゃんもおらん好みだ、これ。やっぱりコリコリでねばわがね。いや、結構なね、ブラックラーメンに見えっとも、意外とあっさりだが。うん
ゃあ今日も美味しい出会いに感謝。とろりーた。今日は花巻に新オープンした牛神さんの紹介でした。また来まーす。青春の後ろ姿を人は皆忘れてしまう。てがへばねー。バイバイ。